楽器屋の店員さんは意外とおっさんばかりで。そうですね。あの女の人いないから、そんなに。そんなに。昔に比べたら多くなりました。昔に比べたらね、なんかバンドやってますっていうより、なんか就職で普通に入りますみたいな子が多い。販売員って感じですよ、ね。なるほど。楽器屋さんというより。うん、確かにいらっしゃいます、ね。そうそうそう。そういう人たちは結構接客丁寧だし、はい、ちゃんとしてる感じがする。たまーに。まあにマジで怖い店員さんいる。楽器販売する楽器の店員がこんなに怖いなんてやってるんだ。そこに当たらないといいな。そういう意味では結構お茶の水今ディープになっちゃったね。逆に。そうですね。お茶の水がディープ。昔は聖地だったけど、そういう俺らの思う怖い楽器の店員さんみたいな人たちが今どこにいるかって言ったら大体お茶の水にいるので、そう。はい、あとはそうだな、まあ時とか行った時ってほとんどいないの、はい、そういう感じの大手の楽器販売屋になると。でも逆にあんま知らねえんだろうなこの人みたいな、はい、カタログスペック的なことは知ってるけど、はい、そのミュージシャン的な目線での、はい、まあ、ないんだろうな。だからこうやってこうですかって聞いても、本当カタログ上のことしか返ってこない、はい、っていうのがあって、そこはねちょっとまあしょうがないなって面なんだけど、だそれディープに関わりたかったらお茶の水とか行けないし、でも本当になんかもう接客要員みたいな人がいいんだよね、はい、もうなんかずっと控えてて、でもあこの人が来るんだみたいな、そのどうしましたか何かありますみたいな感じで、はい、もう だいたいなんかちょっと女性の柔らかい物腰の女性みたいな決まってて、はい、うん、今そういう感じなんですよ楽器屋さん、うん、現状っていうのは、うん、まあ応対、まあ人当たりよく、その間にあんま詳しくない一応言ったんですね、うん、難しいね自分のイメージはライブハウスのオーナーだったり楽器屋の店員って、はいはい、お前そんなんでやっていくつもりみたいな感じのスタッフ。確かに結構多いイメージだった。そうだね、なんかいい意味で社会不適合者を地で行くみたいな人多いからね。いい意味だよ。これはいい意味だよ。俺の道を貫いている。そう嫌われてもいいから嫌われてもいいから言いたいことは言うみたいなタイプ。まあ最近は商売って感じだったな。そうですね、うん、全部はそうなったわけじゃないですけど、うん、まあ、数は多くなった気がします、うん、間違い、うん、まあ、でもそもそも楽器屋で楽器を買おうことがなくなったからな。うん、だってそもそもサウンドハウスとか、うん、まあオトクションでもいいですけど、うん、ああいう場で手軽に楽器に、楽器に対してのアクセスじゃないですけど、こう本当に身近になったっていうのがあるなっていう。そうだね、考えもしなかったですね。自分が高校生だったのにある楽曲を演奏するためにどうしてもベースのオーバードライブが必要、うんうん、でそんなネットで買うなんて考え方もなかったので、自分住んでる地元が田舎なんですけど、もう楽器店が電車乗り継いで1時間半かかるところにしかない、電車乗って1時間半かかる楽器屋っていうのが普通だと思っていた側からすれば、うん、これいいな、こっちすぐに手に入るって考えられない。そうだね、まあそれは30万とかの楽器を買うなら、はい、個体差とかも考えて、はい、やっぱ一本いい出会いしたいなと思って楽器屋さん行って買うよ、分かるけど、はい、もう3万4万5万くらいのさ、ちょっとライトに楽器買うよみたいなとこだったらさ、もう小倉さんクソもないじゃん、はい、そんなので、楽器屋に行くとネットで買うより高いし、そう人件費乗ってるから、はい、うん、1万くらい高いし、こっちはもうね、ネットでいいじゃんっつって、なりました、ね、本当に高級なもの、本当にいいもの
は店頭で買うってわかるけど、それ以外のものはもう買う意味が俺本当わかんなくなっちゃって、なんかあれだね、低価格でさ、カスタムオリジナルでカスタムチューニングとかできるとかだと、なんか店頭行くメリットは高くなる。ああ、確かに確かに確かに。ピックアップはこれでとか、うん、この色にしちゃって。そうそうそう、あの他のビルとか、そういうのを手軽に選べてカスタムで、なんかオーダーって言われるとすげえ高くなるけど、うん、まあセミオーダーよりもうちょがいとか、そうそうそう、うん、カラーリングを決めたりとか、なんかそういうのが低価格でできる、なんかその楽器屋に行って楽器を買うっていうところの価格価値になる、うん、難しいね。早引き専用にカスタムしたいとかさ、うん、はい、なんかそのコンシェルジュじゃないかな、そういう人がいて耳作ってくれるみたいな、うん、要望に合わせて、じゃあこれこれこういうふうにじゃなくて、これこれこうだからこうです、ソムリエみたいな、ギターソムリエみたいな、うん、でっていうのはすごいあるかも。選択肢が増えましたね、そう考えると、うん、本当に備品を買うんだったらネットで、うん、自分で分からないことだったら店頭で、うん、びっくりした、このさギターイーズ、はい、フィンガーイーズ、あー、フィンガーイーズ、フィンガーイーズっていうさ滑りをつして、はい、ありました、あれがサウンドハウス500円だった、うん、まあなんかそうじゃん、そりゃそうだよねってね、俺変なこと言ったよ、当たり前のこと言ったんだけど、お茶の水でちょっとパッと緊急で必要になって買うかっつって買いに行って、どうせ500円くらいだろうと思ってポン2本くらい手に取ってパーンって出したら2200円ですって言われて、つまり1本1100円だ、びっくりしちゃった、1本500円だと思ってたのが1本1100円で、で 2本出しちゃったから2200円だって言われて、なんかもうあのあっつってなんか2000円出しちゃったけど、すげえなと思って、2倍以上はないね、 2.2 倍だよ、 2.2 倍、ちょっとこれはもう楽器屋で買う意味ないな、グッドンだよ、何が乗ってんのそこにって思っちゃう、ますますサウンドハウス好きやな、うん、ピックですらサウンドハウスだから、あとはもうサウンド、店頭に行って触ったりとかして確かめてからサウンドハウスをチェックする、うん、まあもう一番賢い、うん、ちなみにね、楽器屋店員まだ、あ、怖い怖いっていうか雑っていうか、なんか忙しいから適当なみたいな、自分で考えればみたいな感じのスタイルですね、本当本当、はい、まあ割と丁寧にしようとしてる、まあだその分逆にあんま知識がないみたいな、なるほど、うん、人当たりだけ良くしてみたいな、まあ専門性は高いんだろうけど、はい、その回態度悪い、クロートのケア、クロートのケア、エルレの新譜で一番好きな曲、俺結局ね、結局マウンテントップ、なんかねまだいっぱい聞き込んでないからかもしれないけど、マウンテントップを聞いた瞬間にエルレ帰ってきた、で帰ってきたけど進化してるみたいな、そうですね、うん、すげーと思ったの、あれ3コードなんだよ、それが結構びっくりしたっていうのがあって、その後聞いたら、あのアルバム聞いたら、あ、なんかちょっと変わっちゃったなっていう感じ、変わった、俺らの知ってるエルレじゃなくなったのかって思ったんだけど、でもいっぱい聴いてるとだんだん良くなってくるっていう感じだ、なんかその新しくなったエルレを、あ、そう、そうなんだ、受け入れられるからいっぱい聴けばっていう印象なの俺は、そうなんだ、やっぱエルレ聴きすぎて、昔のエルレの印象が強すぎて、昔のエルレならこう言ってたじゃんみたいなところがそう来なかったみたいな、カウンターを食らう感じで、このギャップに、このギャップに結構今なんかまだ
戸惑いを隠せてないんだけど、ただ同じように好きな人がいて話聞いてると、いや、だんだん聞けるというか、だんだん良くなってきた。だんだん分かってきたみたいな。スルメ曲ってやつ。スルメ曲が多いかなっていう感じだったかな。今のところの印象はそう。あとね、まあ、シンプルにドラム、高橋さんめっちゃ上手かった。ドラマの目線で見て、高橋さんが異常に上手い。今、ドラム、エグい。本当に。昔のシンプルなんじゃなくて、本当に複雑すぎて、普通に俺コピーするのしんどいなってる。そんな本当に難しいところでやってて、あ、すごいなと、そこはすごい感じたかな。今のところはそんな感じ。そう、うん、自分もエルレって言ったらもうだいぶ前で結構変わってるかもしれないな。いや、エルレガーデンは好きなんですけど、やっぱり思い入れのある曲っていうのはどうしても高校生とか聴いたりとかやってたりしてた曲がやっぱどうしても思い入れがある、うん、俺は一番刺さった。へー、今回。いや、なんかその今までのエルレを聴いてきて、その何年って時が経ったのかな、今回、で、もう全部超えてきたよ。おーって思った。なんだっけ、イレバファイアクラッカー、活動休止する前、そう、はい、あれが最高傑作って言われてるじゃん。言われてる。俺はそれを超えたな。おお、なるほど。なんかそのみんなあれが好きなの。みんな好きじゃない。そうだね、みんな好きだ。5枚か5枚アルバム出してるね。うん、なんかね、かじったことある人だったら全員そこ行くよね。そこ行くじゃん。だから俺はペパロニなんだけどな、一番最初に買ったアルバムだから。わかるよ、うん、俺も好きだったし、うん、だけどみんなまあ、それは好きって言うけど、俺はそれを超えた、なと思った。今回は意気込みが違えよ。ああ、意気込みはそうだね、確かに、ね、超えてやるぞっていうイメージがあって、で、割と、その、まあ、全部歌詞終えてないけど、割と過去もあったけど、今俺らは突き進んでるぜっていう乗り越えようっていう気持ちの現れの歌詞が結構多いなっていう。そうだね、で、まあ、これは一番好きかもしれない。うん、どれが一番好きか。チーズケーキパンとか。ああ、やっぱりそこ行く。なんか昔の人、エルレが好きな人って、きっとああいうのを期待してるんだけど。そうだね。だけど、でも昔っぽすぎないというか。アップテンポだけで終わらせてこない。確かに。しかもライブでやってるからね。あ、そうなの。あ、なんかセットリストで出てて、ちょっと前に。あ、チーズケーキファクトリーなんだみたいな。この中から。あれって、なんか歌詞が結構日本の中では、割とストレートに前向きな。はい。歌詞だ。チーズケーキファクトリーダークファンタジーもいいの。これは読み方ってのか分かんないけど、テーマ、あの流れ好き。チーズケーキファクトリーで、あと何だろう、パーフェクトサンバ、エグザクバイマさん。ビンに入れた手紙を結構好きなんだよ。割と、なんかもう全部超えてきてる気持ちが、もうこれで終わりっしょみたいな。俺、エルレのアルバムこれでもう作んねえぞみたいな気持ちが伝わってくる。確かに。それはわかる。そうだね。ただ、マウンテントップとストロベリーマルゲリータをミュージックビデオの曲に持ってきたのはすごいわかる。そのエルレのファンが期待してたもの。
今までのエルレと近いニュアンスを感の醸し出してるもので、残りはやっぱ新しいものを出してきてるかなって感じだ俺はね。うん、で確かにチーズケーキファクトリーが今あの人気なんで、エルレがあのスポティファイで一番1位なんだよ。おチーズケーキファクトリー聞いたとき、うん、マジで泣きそうになった本当にマジで、うん、なんかね、あの今回の、うん、そのエルレのアルバムをなんて例えていいかわからないんだけど、うん、逆にこの例え方をしたらちょっと失礼かなとは思うんだけど、うん、あの新エヴァンゲリオン、あなるほどなるほど、なるほど、はいはい、うん、いやめちゃくちゃ自分は分かりやすい、うん、でも分かる、うん、序破球でね、庵野監督はそのいろいろ言われてきて、はい、いろんなで球から新までの間めちゃくちゃ期間長くて、でその期間っていろいろその監督が思い描くこととか、はい、見てる人たちの心境の変化とか、結構大人になってシーンを見る状態の9からの間、ああなるほどなるほど、エヴァもどっちかっていうとその周りにいた当時とか、はい、そういうのをみんな大人になって子供ができてるっていう世界観、ああああああ、ちゃんとそのリアルに時間軸がエヴァの中でも成長していく。ああなるほどね。へえ。それもなんかその今まで活動休止になってからも、わかる。なんかそれはすごいわかる。空いた期間あるじゃん。わかるわかるわかる。すげえ言いたいこと今わかる。それはそれはそう。間に、うん、みんなきっといろんな心境変化ってあったと、うんうん、聞いてる方の生活、うん、はい、子供ができた人もいれば。結婚した人もいるとか、なんかそれをなんかね、表してくれてるなっていう。なるほどね。だからその一応なんか過酷っぽいニュアンスはあるんだけど、うん、割と今をその昔のあった出来事も大切にしつつ、今俺らはこうなんだよっていうのを見せてくれてる。ちょっとなんか失礼かもしれないけど、ちょっと新エヴァンゲリオンとに近い感覚だった、ね、いやでもまさにアルバムのタイトルが The End of Yesterday だから、そう、そうです、もう過去は終わって今を進む、前向きに進むぜっていうことなんだよね。うん、だからだ、だからもうこれも完璧だろって俺は思って、うん、思ってた、ね、まあそう、まあエルレガーデンのストーリーとしては完璧だよ本当に、うん、本当にそういうことだと思う。でやっぱ俺もこの10年間の空白っていうので、やっぱ音楽性の変化をすごい感じて、うん、だからその間に俺の音楽性も変化してるから、刺さる刺さらないとかがまた変わってきてるのかなっていう感じもする、うん、俺いろんな音楽聴いたなと、逆にこの10年間、この10年エルレしか聴いてなかったあの時期と比べた時に、本当いろんな音楽に触れて、いろんな要素を、いろんな音楽を好きになってきたんだ、うん、確かにね、過去を、うん、なんか感じさせるね、成長というか、そう、そのなんか今は過去があって今があるみたいな、うんうんうん、すげえ映画っぽいな、確かに確かに、いましたです。いや素晴らしい、まあ本人たちがどうやってその意識して曲を書いた作ったかわかんないけど、なんとか俺のなんか俺はそういう風に捉えたなと思いました。人それぞれいろんな捉え方がある、うん、いや誰かをそういうふうに感じさせられるエルガーデン、うん、すごいね。いや俺ドキュメンタリーとか映画も全部見たわ、めっちゃ面白かった。本当ですか、すごい。ルブカタさんが辞めようって言ったんだって。あ、そうなんですか。最初俺辞めますって言った。それで勝つ気になった。うん、すごかった。もうあ本当に怒涛で毎年アルバム出してておかしいからね、あのクオリティのアルバム。いかれてるよね、うん、でやっぱもう精神的にみんなおかしかった。修学のうちですね、うん、
そこからの10年って。でまた揃ってるとここが奇跡だよね。ハンターハンターの連載再開並みにすごいね。これは俺の中で同率1位。同率1位。同率1位。成長したなって思う。成長というかなんかその意味があったなって思いますよね。そうだね。成長というよりやっぱ時の流れによる、うん、人の心境の変化とかっていうことだよね。それはいろいろあるけど、ま、前向きに捉えていこうぜ。っていう前向きなメッセージだ、うん、かな。いや素晴らしい、いい話だ。ありがとう、ありがとうございます。いい、ぜひ新エヴァンゲリオン。まずそこをね。